ダムダシエンジョウコンゴダムダシエンジョウコンゴダムダシエンジョウコンゴ、それでは夕方の続きを読んでまいります。空海雲次記ですね、第2部合釈のところ、小田実習先生のテキストで読んでまいります。だいぶ進みましたね。もうちょっとこの辺りは結構簡単に解説をしてあるような気がいたしますが、それでは参りましょう。一応お題読みやってみましょうか。また次にこの一字に訳して三乗の人の陰陽化を赤さば、まず正門の人の証し、いいのかな、正門の任の証、次に円覚に訳し、後に菩薩と明かす、初めに正門を明かすと一派、この雲字の中に影あり、すなわちこれ陰の義なり、伽等に正門上の首相というは、これその陰なり、下に宇治あり、これその行なり、正門の任の死体の方、五帝神願、七方便等、これはこれ行なり、これ宇治の自相、これそれにあたるなり、今正門の忍ら決心滅地をもって苦境のかとす、この雲字の上に空天あり、この空天はマジの諸将なり、マジは忍坊二空の義をかぬ、その忍空の理はすなわち正門諸将の理なり、これを正門の忍の陰陽化と名付く。次に円覚を明かさば、伽等に言うところの円覚上の首相等はこれその陰なり、この雲字の中に火事あり、これその陰なり、円覚また十二因縁死体方便等を感ず、この雲字のもとに宇治あり、これそれにあたるなり、円覚また人空の理を称す、これ、そのかなり、神に準じてこれを知れ、次に菩薩と赤さば、舎那経、金剛長行等にとかく、菩薩の人、菩提心の因とし、大悲を根とし、方便を苦境とすと、今この雲字の本体は火事なり、これすなわち一切の一切如来の菩提心のもって陰とすなり、下に三枚の核あり、これ大悲万行の義なり、上に大空天あり、これ苦境大菩提涅槃のかなり、この一字をもって三条の人の陰行化等を接するにことごとく接してよなし、および兼行一条秘密一条の陰行等順次てこれを知れ。はい、キリタン、こんばんは。もう、なんか、トリプルコボタン、ハートマーク、ありがとうございます。やっと聞きに来れた。あ、ちょっとお忙しかったみたいですよね。落ち着かれました。よろしくございました。ちょっとね、ムシムシする日が続いておりますので、ちょっとね、だいぶ感染症のようなものも流行ってたりするみたいなので、どうかお気をつけになってくださいね。それでは参ります。対この一章は雲字の中に正門、円覚、菩薩の三乗の忍の陰行化、原因と修行とその結果を接して余すところなく、兼行一条と秘密一条の人の陰行化もこの一字に接することを説く。はい、キリタン、お茶ありがとうございます。体調に気をつけてくださいませ。本当そうですね。やっぱこういう時はこう無理をしないのが一番ですね。なんかね、外に出てるとわりかし暑ければ暑いで気をつけるんですけど、家の中でもね、熱中症になったりしますしね。キリタン、お茶ありがとうございます。レモンジュースどうぞ。あ、酸っぱいのいいですよね。
よくこの季節だとよくいただくのが、シソジュース、赤いやつとかね、いただきますね、クエン酸入れて。やっぱりこう酸味を取るとですね、体温というか体の中の熱が逃げるのでね、いいそうです。それでは続きまいります。すなわち雲爾の本体、火事は陰の儀で、これに小文城の首相、円覚城の首相を摂し、下の下のう、あの交点っていうんですけど、鍵ですね、フックのような形をしている天閣があるんですけれども、そのフックですね、鍵、大交点に小門の四体、五条心眼、七方便等の行と、円覚城の十二因縁、四体方便等の行を摂し、下の上の空点、空点中頃の点がくっついてるんですけど、それに声聞円覚の涅槃の科を接する、また菩薩の菩提心の因は火事に、大悲の根、万行は雨天に、方便苦境とすの大菩提涅槃は、大菩提涅槃の科は神の大空天に接する。顕密良一条の因行科も、また運の一字に接する。なので、運という一文字を見たら、その文字の形ですね、それもやっぱりこういう悟りを含んでいる教えそのものだというわけですね、凝縮されていますけどね。それではですね、五条心眼、5つの諦覚の諦に、心は心、観は観察の観、趨迦観、不浄観、慈悲観、因縁観、戒方便観の五種の観を言う。趨迦観は三段心を退治し、心が乱れる時にですね、それを落ち着かせるわけですね。不浄観は煩悩、頓煩の貪りですね、これを退治すると。不浄観は現実、簡単に言うと、死体を見るんですね、死体をこう朽ちていくのを見るんですけれども、有名なのは、清涼宗にも出てきましたが、美しい、女性がですね、死んだばかりはまだ綺麗なんですけど、どん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 腐っていくのをですね、見るんですね。はい、キリタン、声にちょっと元気ないね、大丈夫ですか？ ありがとうございます。ちょっと病み上がりというかですね、今日は、ちょっと寝てましたね。失敬。低空飛行でね、無理をせずに飛行しようと思います。それでですね、そういえばですね、今職人本義の方を読んでおりまして、それ橘の奈良丸の乱がありましたね。で、結局橘の奈良丸の乱で関係者が400人ほど処分されているんですけれども、佐渡とかそういうところに流された人が何人かいて、あとの大部分の死亡者、メインの人たちの大部分の人は獄死してるんですね、拷問にかけられて獄死しているんです。で、肝心の奈良丸はどうしたかが分かんない、どうなったかは分からないんで、そこ記録に抜けてるんですね。ところがですね、この奈良丸の孫にあたる人が橘の加智子っていうんですけれども、この加智子ちゃんがですね、嵯峨天皇の皇后になってるんですね。なので、この祖父の不名誉だっていうんで、そこの名前が削られた可能性はあるらしいんですね。で、その加智子ちゃんはですね、非常に美人でですね、皇后になるくらいだからね。で、しかも仏教にすごく、熱く信仰しててですね、その嵯峨天皇っていうと空海と非常に仲が良かった、メル友だったわけなんですけれども。で、加智子さんはですね、壇蓮皇后というふうな言われ方をしてるんですけれども、で、自分が亡くなった時にね、私の遺体をね、御捧に祀るなと、放置しろって言ったんですって、みんなが見えるところに。それで、その放置してね、どんどん腐っていくところを見せて、その仏教の、何でしょう、真理っていうかね、諸行無常、そういうのを皆さんに悟らせるために、私の死体を放置しろというふうに言って、実際にそのようにされたという伝説なんですけど、どこまで本当かちょっと分かりません。ただ、
急相姦、苦相姦といって、その女性がですね、死にたてほやほやからですね、どん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 こう腐っていってですね、それで最後白骨になっちゃう、そういう状況をね、急の場面にこう分割して絵巻にしているものがあるんですが、それがですね、一つはその小野小町を題材にしているもの、それからその壇林香合を題材にしているもの、大体こういう2つのパターンがあるそうです。まあ、なので不浄観っていうのはその美しい肉体というものが朽ち果てていくので、その貪りの心が、貪りの心に対してのその修行法だとこういうわけですね。続き、慈悲観は真に、怒りの心を退治する。この慈悲観はですね、私ここの流れの中で出てくる慈悲観じゃないんですけれども、ずっと前に習った時にですね、まず自分の親兄弟を思い浮かべるんですって。それでそれはまあ自分の親しい相手ですよね、自分の好きな相手ですよね。それからもう一方で自分の敵、まあ、あんまりその今ね、親の敵とかもいないかもしれないけど、やっぱり気に食わない人はいると思うんですよ。で、人によってはもう殺したいくらい嫌な人っていると思うんですけれども、それを同時にですね思い浮かべるんですって。それで好きと嫌いとのその関連がですね、平等になるように、どちらも同じように思えるように感想するんですって。それはすごいことだよね。ただその結局その、まあ、怒りを解く、怒りに対する修行法なんですけれども、まあ、怒らないようにするっていうのは我慢をするっていうか、忍耐の修行なわけですよね、逆な言い方をするとね。そうするとその忍耐の修行っていうのは、その殺したいぐらい憎い人がいないとそういう感想ってできないわけですよ、逆に言うと。だからその忍耐の修行っていうのがやっぱり一番難しくて、人間ってちょっと面白くなければすぐムカッとくるので、なのでこの忍耐の修行をさせてくれる人がいるっていうのはかなりありがたいことなんだそうです。さてさて、だからその悪い人っていうのも、悪い人、嫌な人っていうのも、自分に害だけを与えてはいないんですね、そういう目で見るとね。その人がいるからこそ忍耐の修行はできると、こういうわけなんだそうです。まあ、でもあんまりそういうことを大っぴらにこう普通の場面で、仏教じゃない場面で言っちゃうとちょっとトラブルになるかもしれないので気をつけましょう。さて、それでは続きいきます。因縁観、戒、方便観、なんですけども、因縁観というのは愚痴を退治すると、愚かさですね。それから戒、方便観というのは18戒法を感じて、我を感じてこれを退治すると。定額の定、とどまるっていう字ですが、これは四足安住の儀で、頓、むさぼり、等をやめ、意を、心を制して浮上等の方に従するから、定心、とどまる心と書くと。七方便とは何かというと、声聞の思慮意における三賢自然根を言う。三賢三つの賢いとは、五定心、別草念処、草草念処を言い、自然根四つの善根、良き根っことは、南、朝、仁、世、第一法を言う。この中に四念住における十六行相等の行を主するゆえに、今行の中にこれら三賢自然根を挙げたのである。三賢位を準解脱分と名付け、自然根の位を準決着分という。次に決心滅地、灰、燃え尽きた灰、明日の情じゃないんですけど、灰の身体と、滅する、何を滅するかというと知恵ですね。無余涅槃の果のことを決心滅地と言います。欠如声聞、まあ声聞に絶対なるというふうに決まっている人、この人は無余涅槃に入るときに心身ともに全て滅却するゆえに決心滅地という。決心は身を焼いて灰とする意、滅地は心を滅却して地を滅ぼす意。というわけで、さて、それでは講義の部分を読んでまいります。この章は、雲寺に
三条の陰陽化を接することを明かすのである。まず最初に正門の陰陽化について、湯河論島に正門首相というは正門の陰を示すものであるが、この陰は雲字の本体火事に示されている。火事は陰の儀です。火というふうに、まあ、日本語で発音しちゃうんですけれども、サンスクリットだと火という字ですね。火という字で、これはヘートバという字の頭文字です。ヘートバ、陰、原因ですね。次に正門の人は死体の方を感じ、御帝神願、御上神願を主し、これどう読んだらいいんだろうな、小田先生なんて読んでたかな、五条神願でいいかな、そうしよう。五条神願を主し、七方便に十六行相を感じたりするが、これらの修行の儀は、雲字の下の雨天、その雨を表す、雨の母音を表す鍵フックの形をした点に含まれる。これらの修行は皆雨字の字相にあたる。正門は、まあ、だから字の姿を見た時に、そうですね、例えばそうですね、日本語で言うと、日本語というか漢字で言うと形成文字っていうのがありますよね。そうですね、ちょっとここに出ている字はないな。なんかいいのはないかな。忍法二義の円覚の感ずる、ちょっと採点でしょ、難しいな。ちょっと気がついたらまた言います。はい、おっと、さよどりさんこんばんは。今は雲字儀を読んでいます。ですね、この字相という、ね、文字の姿をもとにですね、運という字をまず解釈をしていってますよね。そうするとその例えばこう日本語で見てみると、正門という、正門、声を聞くっていうのなんですけど、聞くという字は、門構えに耳と書いて門、ダメだな、これはちょっと適当ではないですね。まあいいや、また続き。これらの修行は皆宇治の自相にあたる。正門は無米藩に入り、心身吐滅、決心滅するを苦境の科とするが、この科は雲字の上の大空点、字のね、一番上にね、ちょんとこう中黒の点が打ってあるんですね。それが含まれている。まあ、だからその中黒の点があるっていうことで、その文字の意味にね、結果を表しているっていうわけですよね。万字の諸将であり、万字は忍法二空の義を兼ねる。まあその中黒の点を見た時に空というふうに意識をするわけですね。単に点があるぞじゃなくて、正門は忍法二句二画の理を称するがゆえに、正門の科をこの魔字空点に収めるのである、まあ、結果であると、空という結果であるというふうに思うわけですね。悟りであると、正門の悟りであると。次に円覚の陰陽化を雲字に接する。湯河論等に円覚首相というは円覚の陰であるが、この陰は雲字の本体火事に接せられる。先にたびたび述べたごとく、火事は陰の儀である。円覚は十二因縁を感じて死体の理を、人災に感ずるが、この十二因縁、死体、あるいは七方便の十六行相相対の十六行相関等の円覚の修行は皆雲字に接せられ、雲字の中に含まれる。円覚は正門と同じく人空の理を称するが、
この円覚の科は紙の正門の科と同じく魔事空天の中に収められるから、これまた雲字の中に含まれる。次に三乗の菩薩の陰陽科もまた雲字の中に接せられる。大日経理主釈などに説く三苦の法門は菩薩の陰陽科を示すが、これまた陰は火事に、行は宇治に、火は魔事に接する。ゆえにこの三字を含む雲字には陰陽火をことごとく接する、下の尺にこの一字をもって三乗の陰陽火等を接するにことごとく余りなしとあるから、本文に菩薩というのは三乗の菩薩と見ねばならぬ。この菩薩が三乗であるなら、密教記に説く三苦の法門をもってこの菩薩の陰陽火を説くは穏やかでないように思われ、疑問が生ずる。しかし三苦の法門は実は密教の菩薩の陰陽科に限定するのではなく、広く顕密一条三条の一切の菩薩の陰陽科を接するから、今この三苦の法門の門を引用して、釈せられたのであろう。大日経第一重心本に金剛主が如来の一切父は何を陰とし根とし苦境とするかを問い、大日如来がこの問いに五大神を陰とし、大悲を根とし、方便を苦境とすると答えた。これが有名な三苦の法門である。大日経書第一にこの三苦の義の中にことごとく一切の仏法、秘密人力、人人のことを接すと釈している。今、次下に説く副磁釈には一切の教義はこの三苦に過ぎないと釈している。三苦の法門については辞書の講義のところで詳しく述べる。本文を、および兼業の一条をもって以下はこの雲字に兼業の一条、秘密兼業の一条、秘密一条の菩薩の陰陽化を接することを明かし、これを常来の釈に順次進めている。したがってこの一章は兼業の大正上の正円二条、まあ正門円覚、三条の菩薩、顕密の一条の菩薩の陰陽化をことごとくこの雲字に接し尽くして余すところがないということを明かしたのである。以上で、小田テキストは終わりで、それでは中川テキストに行きますか。もうちょっと先進みますか。よいしょ。やはりその行き当たりばったりでやってるからあれですね。また次に妖怪の義とは。そうやな。じゃあもうちょっとだけ先に進みます。今何時でしょう。21時半。 OK。 それでは、定本菊間書房のテキストに戻ります。原文、次にこの一字をもって通じて諸経論等に明かすところの理を接することを明かさば、しばらく大日経および金剛長行に明かすところ、あれこれ読んだんじゃない、まあいいか、一生読みますか。ここ読みますか。はいはい。次にこの一字をもって通じて諸経論に明かすところの理を接することを明かさば、しばらく大日経および金剛長行に明かすところ、皆この菩提を陰とし、大悲を根とし、方便を
愚教となすの三句に過ぎず、もし功を接して略につき、末を接して元に帰すれば、すなわち一切の教義この三句に過ぎず、この三句を、つかねても束ねてもって一つの運事となす。こうすれども乱れず、略すれども漏らさず、これすなわち如来不思議の力、法然家事のなすところなり。宣教万論といえども、またこの三句一字を入れず、その一字の中に開くところの陰、行、化等、先に準じてこれを思え。ただ、運時に核のごとくの義を接するのみにあらず、諸世の一々の呪文もまたまた核のごとし。現代語訳、次にこの一字をもって、諸教論などに説かれている真理をすべて収め取ることができることを説明することにする。差し当たり、大日教および金剛聴教に説かれていることはすべてこの悟りを求める心を原因とし、限りない慈悲を根本とし、そこからほとばしり出る行為を究極とするという三句に含まれてしまう。もし広大なものを要略し、派生的な事柄を切り捨てて根本的立場に立ち返れば、すべての教義はこの三句に含まれてしまうのである。はい、なんかあの忍びのものからなんかファイルが届きましたね。まあ後ほど、続き、この三句を束ねて一つの運事とするのである。この運事は拡大しても乱れることがなく、小さく省略しても何一つとして漏らすことがない。これは如来の不思議な力と法然家事、すなわち自然に現れ出る絶対の世界との一致の働きなのである。たとえ千の経典あるいは一万の論書であろうとも、この三句の中の一字を出ることはない。この三句の一字の中に開示される陰、行、化等については先の説明に準じて考えるべきである。ただ運字だけにこのような意味があるのではなく、他のすべての一つ一つの文字の字文についてもまた運字と同様なのである。それでは戸賀のテキストを参ります。赤文字がついておりますが、皆様からのお布施により、延長させていただこうと思います。ありがとうございます。それでは戸賀のテキスト、次にこの運の一字をもって顕密一切のもろもろの経論に明かすとこの教理をことごとく通じて収め尽くすことを説くことにする。しばらくこれを大日経および金剛聴教について言えば、この両部大経に明かすところの教理は深遠であり広大であるけれども、その西洋を取るにいずれも五大心を陰とし、大悲を根とし、方便を苦境とすとの三句の訪問に過ぎないのである。もしあらゆる顕密の一切の経の広大なるを収めて略につき、あらゆる始末のそれを根本に帰して言えば、ありとあらゆる一切の教義はいずれもこの陰、根、苦境の三句を入れないのである。この三句をつかねてもって一つにしたものがこの運事である。この一つの運事を広げると三句の訪問となり、さらにそれを伸ばすとありとあらゆる一切の訪問となるからとて、それがために何らの乱れるところもなく、またありとあらゆる一切の訪問を、節略して、この運の一時に統括したからとて、これに漏れるものは一つもないのである。はい、タッキーいらっしゃい、おさしさんありがとうございます。続き、各膜も昇るも自在なるゆえんは、これがすべてあらゆる主義を超越せる発心物の一切を包み一切を貫く力なるがゆえんであり、法に自然に呼びかけ働きかけられる 不思議の力添えによるがゆえである。これ家事というのをですね、アディスターナ
力添えというふうに訳しているのは非常に上手な訳だなと思います。言ってしまうと、まあ、自然治癒力みたいなもんですよね。よく風邪薬で、人間治るんじゃなくて自然治癒力で治るんだみたいなねことありますけど、そんな感じ。実に千教万理あれと言え、千教万論ありといえども、これを収めれば陰陽化の三句となり、さらにこれをつかねると運の一時となるのである。この運の一時の中に開くところの陰陽化等のことは前来の説明に準じてこれを知るべきである。それは運の一時にのみ核のごとくにあらゆる一切の教義を収め尽くすというのではなくて、運時の他の一つ一つの呪文のいずれを取りてもまたまた核のごときものなのである。というわけで、さてそれでは戸賀のテキストいきます。大尉、前章は二条三条一条の顕密の任を人を表として表として説いたが、今章は法を表として、人ではなく法をですね、諸教論に明かすところの理をすべて運一時に接し尽くすことを明らかにす。三句の法門は大日教金剛朝行等の秘密書書秘密諸教記に説くところの一切の教義をことごとく接し尽くす。密教のみではなく兼業諸教論等の諸説の方もことごとく含む。この三句の法門を一時運時に収めているがゆえに、運時は兼密諸教論に説く一切の法門をことごとく接し尽くすのである。また一運時のみではなくその他の、疾患の諸事門もまた運時と同様に一切の法門をことごとく接し収めている。講義、運時に顕密諸教論に説く一切の理法を接することを明かすにつき、はじめに密の教規等について説き、次に顕の諸教論について述べる。今体両部、両部の対教諸義記等に説くところの法門は三句を入れない。大日教重心本には如来の一切父について菩提心を因とし、大悲を根本とし、方便を苦境とすと説き、大日教書第一にこれを詳しく釈している。この三句の法門は極めて重要であるからその用紙を述べることにする。菩提心を因とす等の三句は因今苦境の三句または因行化の三句ともいう。真言行者が凡人から、まあ、あの凡人からですね、仏家悟りに至るまでの次第、すなわち従因しか、従因しかっていうのが、まあ、迷いから悟りへですね行く次第を明かすもので、この発体は行者の菩提心である。菩提心を因とすとは、行者が菩提心を起こす位を指す。これは本土本学の菩提心を持って、元からまあだから悟っている悟りを持っているんだけど、仏家の一切父の因とする仏の知恵の、まあ、これが原因種になっているというわけですね。この菩提心を大日教書には白浄の信心、まあ、白く清らかな信心と説き、高祖の三摩耶解除は信心と説き、さらに従義を立てて真の意義を釈している。菩提心は純白無垢の心であるからこれを略上信心という。その行僧について、龍明の発菩提心論に正義行願三摩寺の三心に開いて、焼釈しているから今は略しておく。真言行者の発菩提心は凡生不二の理を信じて無常菩提を御する心を起こすことである。次に大悲を根本とすとは、略して大悲遺根とも言い、行の句であり根の根っこの句である。植物が種子から根が、根や芽を生ずるがごとく菩提心の因種から大悲の根を生ずるので因の句に次いでこれを説く。
この譜は大悲を根本とすと訓示、大悲満行を根とする儀で、大悲の二次に三密行等の満行を含むのである。大悲は大事を兼ね、バック余楽の、大事悲ケタの行を示し、バック余楽苦を抜き楽を与えるですね。大事大悲の心に重してあまねく仏事をなして、これを主上に栄光し、一切の苦を抜き楽を施す儀である。真言行者の修行は自利利他二利の行であって、ケタ行のみではないが、しばらく、ケタを表として大悲イコンと説くのである。ネとはコン、ネとは古来能修寺の儀と釈している。これは、よく、捉える、持つ、保つですね。これは植物の根がよく、茎、葉、花、果、果実等を保つ、修辞して、傾かないようにするがごとく、大悲万行を根として菩提心を堅固ならしめ、第三の方便、方便異苦境とは、大日教書第一に第五の妙化三密の源なりと釈し、自利利他二利の行を満足し、無常菩提の仏化を消得したくらいである。方便には二重の意味がある。一つには修行を受けたの方便、二つには行者修行真修の方便である。したがって方便異苦境の句は二重の訓点があり、諸仏の利他光華門から見れば、方便を苦境とすると訓示、行者の自利向上門から見れば、方便を苦境となすと訓ずべきである。三句は一切の教義を包み漏らすところがない。本文に功を接して略につきと釈し、一切の教義この三句に過ぎずと説くはこの意である。また大日教書第一にこの三句の義の中に、ことごとく一切仏、一切仏法秘密人力人人のことを接すと釈している。三句の訪問は運一時に接せられる、ゆえに今松を接して元に帰すればと言い、この三句をつか、束ねてもって一つの運事となすと釈し、さらに広く根体両部の、大教に説くところ、説く一切の教義を説くも乱れず、略して一の運事とするも漏らすところがないことを明らかにしている。一運事に核のごとき広大な三句の訪問を接し尽くすことは、大日如来が無量光の間に釈従した、集めたですね、苦毒力の不可思議な力有により、また法に自然に備えている諸々の苦毒に舵せられるからである。今これすなわち大日不思議力、法然舵の聖なりというのは、この義を明かしたのである。宣教万論なりといえども、またこの三句一時に入れず、というは兼業の諸教論について、その諸説の一切教義をことごとく三句の訪問に接し、運時に接することを明かす。神の門は密の両部の大教について説き、この門は兼の教論について説き、兼密諸教論に明かす一切の教謀がすべて運時に接せられることを明かしている。その一時の中に開くところの因行か等、先に順じてこれを思えとは、運時を構成するかうまの三時に兼密の諸教論に説くところの因行かを接することを、人について、先に釈した門に順じてこれを知れという意味である。次に、ただ運時に格のごとくの義を接するのみにあらず、諸世のいちいちの呪文もまたまた格のごとしとは、運時に一切の秘密の教母三句の訪問を接することを釈した。ちなみに執丹の諸呪文にまた無辺の一切の教義を接することを明かしたのである。これは
法然家事の功徳に家事せられるがゆえに世間諸者の運事に欲無量無辺の一切の教義を接するがごとく他の諸事もこの家事力によって一切の教義を接すという意味である。というわけで、一旦ここまでですかね。一応ここまででとりあえず霧のいいところまで行ったので、それでは中川テキストで素読をいたします。第4、ここは読んだような気がするんだけど、45、まあいいか、4から読みますか。それでは参ります。4、運の自走による統括。また次にこの運事の中に家事あり、これ因なり、因縁諸生の法なり、この法の中において諸々の下道二条及び大乗教等の教も憤々として、おのおの気候を上げ争って義弟と称ず。もしは下、もしは下道、もしは二条、もしは大乗、右人、右法、右院、右下、右上、右下と失する。これらは皆これマジの天の中に接す。すなわちこれ造薬の変なり、いまだ中道を得ず。もし無人、無法、無因、無可、無常、無我と失するらは、すなわちこれ宇治の天の中に接す。すなわちこれ尊厳の変なり、またいまだ中道にかなわず。もし非空、非右、非常、非断、非一、非意と失するらは、アジの中のヒノギの中に接す。もし不生不滅不増不減等の八風を失するらは、またアジの中のフノギの中に接す。またもし無色無行無言無説と失するらは、またアジの中の無の義の中に接す。また未だ真実の義にかなわず、並びにこれ車上の変なり。第五章、運の実技による統括。もし未だ諸法の密合名字の僧、真実語、如義語を下せざる者の、諸夫の言説、私唯、修行等は、ことごとくこれ天道なり、ことごとくこれ戯論なり、真実、苦境の理を知らざるがゆえに、かるがゆえに流明菩薩ののたまわく、仏法の中に二体あり、一つには世帯、二つには第一義体なり、世帯のためのゆえには主情ありと説き、第一義体のためのゆえには主情なしと説く。また二種あり、名字の総密合を知らざる者のためには第一義の中に主情なしと説き、名字の総密合を知る者のためには第一義の中に主情ありと説く。もし人あってよくこの運事等の密合密義を知るおば、すなわち小変智者と名付く。いわゆる諸発心の時に、すなわち小学を常時、大法輪の天ずるらは、まことにこの苦境の実技を知るによってなり。第六章、諸条の陰陽化の統括。また次に、この一時に訳して三条の人の陰陽化を明かさば、まず正門の人の明かし、常に次に円覚に訳し、後に菩薩と明かす。はじめに正門の明かすと一派、この運事の中に火事あり、すなわちこれ陰の義なり。
画頭に小文上の周上というはこれその因なり、下に宇治ありこれその行なり、小文の任の死体の方、五条心眼し七宝弁等、これはこれ行なり、これ宇治の自相、これそれにあたる。今小文の任な決心滅地をもって苦境のかとす。この雲字の上に空殿あり、この空殿な魔事の所掌なり、魔事は人望二空の義をかぬ。その人偶の理はすなわち小文所掌、小文所掌の理なり、これを小文の人の陰陽かと名付く。次に円覚を明かさば、画頭に言うところの円覚上の主上等はこれその因なり。この雲字の中に火事あり、これその因なり。円覚また十二因縁死体方便等を観ず。この雲字の下に宇治あり、これそれにあたる。円覚また人偶の理を生ず、これそのかなり。神に準じてこれを知れ。次に菩薩と明かさば、舎那経金剛頂行等に菩薩の任、お大身の因とし、代費を根として方便の苦境とすと説く。今この雲字の本来は火事なり。これすなわち一切如来の菩提心のもって因とす。下に三昧の覚あり、これ大悲満行の儀なり、上に大空殿あり、これ苦境大菩提涅槃のかなり。この一時をもって三乗の人の陰陽火等を接するに、ことごとく接してよなし、および兼用一乗秘密一乗の陰陽等、順じてこれを知れ。第7章諸教論の教理の統括。次にこの一時をもって通じて諸教論等の 諸名の理を接することを明かさば、しばらく大日経および金剛頂行に明かすところ、皆この菩提院大悲異根方便異苦境の三句に過ぎず、もし功を接して略につき、末を接して本に帰すれば、すなわち一切の教義この三句に過ぎず、この三句をつかねてもって一つの運事とす。功ずれども乱れず、略すれども漏れず、これすなわち如来不思議の力、法然火事の所為なり、宣教万論なりといえども、またこの三句一時に入れず、その一時の中に開くところの因行か後を先に準じてこれを思え。ただ雲字に核のごとくの義を接するのみにあらず、主要の一一の呪文もまたまた核のごとし、ここまでですね。それでは一旦切りますか。あとは最終章8章で終わりかなと思うんですけどね。そうですね、8章雲字合説の余儀、まとめに入って終わりという感じですね。一旦ここで切ります。南無大師円照金剛、南無大師円照金剛、南無大師円照金剛。願に宿徳行一切が東洋諸城皆具成仏道。それでは一旦切ります。オンバイタレイヤースワーカー、また後ほど。ありがとうございました。